リカルジーニョコとリカルド・フェルペーダ・シルバブラガはポルトガルのフットサル選手。スペインのインテル・モビスター所属。ポジションはあら、ポルトガルのポルトに生まれる。幼少の頃からサッカー選手としてプレーしていたが身長が低いなどの理由でフットサルに転校する。15歳の時に SL ベンフィカに入団し、以降は同クラブにてプレーアジューの指導もあって頭角をし、 卓越したテクニックで世界有数のフットサルプレイヤーと評価されるに至る。サッカー選手で同じポルトガル出身のクリスティアーノ・ロナウドによく例えられる。2009から10シーズンの UEFA フットサルカップではベンフィカの優勝に大きく貢献した。フットサルポルトガル代表でも中心選手であり2007年の自国開催となった UEFA フットサル選手権では 優秀選手賞として表彰され、2010年の同大会でも準優勝の立役者となった。2008年のワールドカップブラジル大会や2012年の同大大会にも出場。2010年7月 SL ベンフィカ時代に指導を受けたアジューが監督を務める名古屋オーシャンズに3年契約で移籍した。初の公式戦となる F リーグ。 多陽薬品オーシャンアリーナカップでは、ベンフィカ所属時の出場停止のペナルティが、国際サッカー連盟の規定により持ち越されたために、決勝戦からの登場となったが、試合では、早速に得点を挙げ、名古屋に同カップ初優勝をもたらした。リーグ戦でも、名古屋の4連覇に貢献し、得点を争いでは31点で3位に終わった。ものの MVP ベスト5にそれぞれ選出された。 2011年6月、リカルジーニョは、家族が、福島第一原子力発電所事故による、放射能汚染を危惧していることなどから、ロシアのチェスカ・モスクワに1年間のレンタル移籍を、することとなった。なお保有権は引き続き、名古屋が保持し、残り2年の契約を1年間延長した上で2012年シーズンより2年間は、名古屋でプレーすることを確約していた。同年12月、 本人の申し出により、レンタル先が、古巣のベンフィカになり、移籍期間終了後の2012年7月より名古屋に、復帰。6連覇に貢献し、このシーズンも MVP 及びベスト5に選出された。しかし、Facebook 上で、残り1年の契約の一方的な破棄を宣言し、2013年シーズンは、選手登録がなされておらず、背番号7も他の選手が背負っている。 2013年9月の名古屋オーシャンズからの公式発表でスペインのインテルモビスターへの移籍が発表された。インテルでは2013から14及び2014から15シーズンでそれぞれ MVP に輝いている。ありがとうございます。